姉様、見てください。今日は世界が平和になったお祝いをするため、こうして皆さん来てくださったんですよ。ああ、命の大樹があんなに気持ちよさそうに葉を広げていますわ。今までいろいろあったけど、私たち本当に世界を救ったのね。悪しき魔王の手によってこの世界は一度闇に覆われました。私たちは尊い多くの命を失った。でも私たちはこうして生きています。生きて笑っていればきっと何度だってやり直せますわ。それに、いつまでも泣いていたら、お姉様に怒られてしまいますものね。バッカじゃないのあんた！世界が平和になったってのに、辛気臭い顔してんじゃないわよ！ってね。おお、こちらにいらっしゃいましたか。里の者が祝杯の宴の主役はどこだとしびれを切らしておりましてな。皆さん、ぜひ里にいらしてください。待ってました、祝杯の宴よ。さあ行きましょう。ラムダの人たちは厳格な方ばかりだと思っていたけれど、平和になって嬉しいのはみんな同じね。せっかくの宴だ、俺たちもパーッと楽しもうぜ。ベロニカが羨ましがるくらいな。おい、勝手に一人で行くなよな。どうしたの？どこか行きたい場所があるなら、私たちもついていくわよ。そうね、平和になった世界も見て回りたいし、気になることがあるなら徹底的に調べておかなきゃ。なあ、そういえばグロッタの街の南で何か光っているのが見えなかったか？俺はあれが気になるんだが。まあ、どこに行くかはお前に任せるよ。それじゃ行こうぜ。はて、ここは前に来たことがあったかの。とてもよく似た建物をどこかで目にしたような気が。この独特な装飾、確か神の民の里でも見たわ。神の民と関係があるのかしら。何か新しい発見があるかもしれないわね。ちょっと中を調べてみましょうよ。
な壁画ですね。なんだか見入ってしまいます。この遺跡を探している間に神の民が書いた書物を見つけたんじゃ。そこにはこう書かれておる。ロトゼタシアの大地より生まれし、悠久の時間の流れを紡ぐ精霊、その名は失われた時の化身。失われた時の化身。この壁画にあるのがそうだろうか。神の民の伝承曰く、失われた時の化身が守りしは国念を司る神聖なる光。その光、輝き燃ゆる時、悠久の彼方に失われし者が大いなる復活を果たさん。復活って、もしかしてその光には失ったものをよみがえらせる力があるってことかしら。それが本当なら彼女も。ん？思い出して、私たちには心の底から会いたい大切な仲間がいるじゃない。ベロニカ。お姉様が生き返る。ちょっとローちゃん、その光の力についてもっと詳しく書かれてないの？お、国念を司る神聖なる光、忘却の塔にて静かに輝けり、古より神の民が守りし神秘の歯車手に入れし時、失われた時の化身が集う忘却の塔を目指すべし。神秘の歯車、それがお姉様をよみがえらせる手がかり。少しでも希望があるなら絶対それにかけてみるべきだ。俺はそうして運命が変わったぜ。たとえわずかな希望でも、もう一度お姉様に会えるなら、私はその希望にかけてみたいです。だけど肝心の神秘の歯車は一体どこにあるのかしらね。神の民が守りし神秘の歯車、古文書にはそう書かれておったの。そしてあの岩壁の穴。もしかすると神秘の歯車はこの場所の近くにあるのかもしれん。あそこからさらに奥に行けそうだな。何か手がかりがあるかもしれない。行ってみようぜ。神秘の歯車を見つけたのね。さすがは勇者ちゃん、グッジョブよ。神秘の歯車手に入れし時、失われた時の化身が集う忘却の塔を目指すべしか。あとは失われた時の化身とやらが集うという塔を見つけろということか。なんとも雲をつかむような話だな。
ん？どうしたの？もしかしてお前、何か心当たりがあるんじゃないか？実は俺も気になる場所があってさ、命の大樹の北に錆びれた塔があるのを思い出したんだ。もしも他に当てがなかったら、ケトスになってそこに行ってみようぜ。何か新しい発見があるかもしれねえからな。開かれたぞい。ここが失われた時の化身が集うという忘却の塔じゃったか。早速先に進もうかの。行くぞい。私は時の番人、時の行く末を見守る者。時の番人？あんたは一体何者なんだ？私は何者でもありません。ただ時の流れを見守るだけの存在。時の番人よ。この塔には失ったものを復活させる力を持つ光があると聞きました。私たちには蘇らせてほしいかけがえのない人がいます。どうか知っていることを教えてください。この先にある祭壇には時のオーブと呼ばれる宝玉が祀られています。その時のオーブの力を使えばあなたたちの願いも叶うでしょう。ですがあなたたちには本当に失われた時を求める覚悟がありますか？覚悟だと？どういうことだ？時のオーブとは、失われた時の化身が遥か古より紡ぎ続けたロトゼタシアの時の結晶。その時のオーブを壊すことで時空の流れが乱れ、すべてが過去に巻き戻るのです。仲間を蘇らせたければ世界の時を断ち切らなければならない。失われた時を求める、あなたたちがしようとしているのは世界にとって大きな選択なのです。は
姉様を復活させるにはこの世界ごと時を巻き戻すことになる。世界ごと過去に戻る。もしかすると、あ、いや、しかし、もしその話が本当だとしたら、大樹が落ちたあの日より前に戻り、ウルノーガの悪しき野望を食い止めることができるのではないか。そうすればベロニカだけじゃない、あの日失われたロトゼタシアの全てを今度こそ救えるかもしれんぞい。おそらく今この時を紡いでいる一番新しい時のオーブを壊してしまえば、あなたたちが望む世界が闇に覆われる直前に戻ることもできるかもしれません。もし世界の運命を分けたあの日に戻り、ウルノーガをこの手で止められるなら、俺は喜んで過去に戻るぞ。残念ですが、あなたたち全員が過去に行くことはできません。時のオーブを壊すには、すべてを断ち切ることのできる大いなる力が必要です。そのような力はおそらくこの世界で一つしかありません。それはあなたの持つ勇者の力です。あなた、名前は？そうなのですね、あなたが持つその勇者の剣をもってすれば、時のオーブも砕くことができるはず。それができるのはあなただけ。そう、過去に戻ることができるのはあなただけなのです。ちょっと待てよ、過去に戻ったこいつはまたここに戻って来られるんだろうな。一度過去に戻れば、おそらく二度とこの世界には戻って来られないでしょう。それに、壊れた時のオーブが暴走すれば、ねじ曲がった時の渦に飲み込まれてしまうかもしれない。時の渦に飲まれてしまったら、彼は永遠に時の狭間をさまようことになるでしょう。そんな、かけがえのない仲間と別れ、たった一人で過去に戻る。あなた自身もどうなるかわからない。それでもあなたには、失われた時を求めて過去に戻る覚悟がありますか？この選択はあなたが決めるのです。覚悟ができたら、時のオーブが待つ時の祭壇へ。あなたを行かせるわけにはいきません。
けたよ。お前はおっとりしてるようで、こういう時は頑固なんだよな。もう決めたんだろ。だったらもう何も言わねえ。俺はお前の決断を信じるぜ。お前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞ。さあ行きなさい。私たちはみんなあなたの意思を尊重するわ。覚悟を決めたのですね。では私の知りうる限りのことをあなたにお伝えしましょう。時のオーブを壊したとき、あなたが過去へ持っていけるのはおそらくあなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験、そして時の祭壇の周りを回っている悠久の金庫の中身のみ。悠久の金庫はあなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。あなたが時のオーブを壊した時、あなたたちの持ち物と袋の中身はこの悠久の金庫の中に入り、あなたのこれからの冒険に必要なものを過去へと運んでくれるでしょう。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、あなたはかつて勇者の剣だった魔王の剣を手に入れているはずです。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。さあ私の知り得ることはここまで。過去へと旅立つ準備ができたら時のオーブの前へどうぞ。時の番人の名のもとにあなたを過去へと導きます。前へ。待ってくれ。過去出会う俺はおそらく以前のようにお前とは敵対する身だろう。だがしかしお前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。モン・グレイグったら、堅苦しい別れなんて野暮よ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。あなたなら大丈夫よ。きっとどんな困難にも打ち勝てるわ。でももしダメな時はもう一度私たちを頼ってね。さあ、あなたのおじい様にその顔をよく見せてあげて。立派な顔つきになったの。なに、ちょっとの間お別れするだけじゃ。
わしはお主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。私はあなたを守る使命のため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間。私絶対に忘れません。また私のこと探し出してくれますか？さあ、時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。ってやつは、こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。行きましょう。ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。ウルノーガなる者を打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。